これは美味しいお酒に合う乾杯グルメに喜びを感じるある主婦の物語。その主婦とはあさみさんです。それでは主婦あさみの乾杯グルメシーズン3スタート。どうも主婦あさみです。今回は皆さんのお家に必ずあるあるものを使って簡単ヘルシーシューマイを作っていきます。あ、旦那のリュウタはただいま出張中のため私一人で頑張ります。あ、行ってみよう。まずはおろし器で細かくおろしたクルマフと細かく切ったむきエビを用意します。続いてビニールにエビ、クルマフ、卵、おろし生姜、塩、ごま油を入れしっかり揉み込んでいきます。もみもみ。そしてここで皆さんのお家に必ずあるものを使います。それがこれね、製氷皿。この製氷皿を使ってシュウマイを作っていきます。製氷皿にシュウマイの皮をセットし具材を絞り入れていきます。そして深めのフライパンで水を沸騰させ深皿を置き具材が入った製氷皿を乗せて蓋をしおよそ15分強火で蒸していきます。15分後、じゃーん、あっという間にヘルシーシューマイの出来上がり。おいしい。具材にはお肉の代わりにクルマフを使うことでカロリーオフだしお財布にも優しいシューマイになっております。いや、しかしレモンサワーにシューマイ合うわ。りゅうちゃんこれが食べられないなんてかわいそう。この放送は美味しいグルメにはやっぱりタルハイクラブレモンサワー、アサヒビールの提供でお送りしました。